こんにちは、バルです。2023年もよろしくお願いします。ということでですね、1月1週目のビーズさんの話をしていきたいと思います。はい、まずはですね、ツアーの日程が公開されましたね。皆さんの予想通り元日1月1日に発表されました。で、今回はですね、ウェブ上、SNS がメインですね、での発表がありましたね。そして私はこの日程を見てビーズさんの本気を感じましたというところです。まずは土日をすべて抑えに行くと、むしろ土日優先で会場を抑えたんじゃないかぐらいのこの気迫、土日に対しての執着心がですね、感じましたよ。すごいですね、圧巻の土日ですね。なので予定を合わせやすいというか、土日お仕事されている方もいらっしゃるとは思うんですけれども、私の、このスケジュールを見た時にはなるべくたくさんの人が行けるようにという配慮を感じました。はい、そして開催場所も全国まんべんなくという印象です。ちゃんと九州、関西、四国で、あとは真ん中っていうか中部ですね、中部、そして静岡、福井、東京、関東、そして上の方北海道と、あとは仙台入ってましたっけ、仙台、そうですね、宮城ですね、入ってますね。なので本当に点とちゃんとこう大きく空いたところが、距離的に大きく空いてるところがないという印象を受けました。はい、なのでちょっと頑張れば遠征というかね、ちょっと頑張ればいけるんじゃないかなという、この開催場所の配置だなというふうに思ってます。はい、なのでこの関東がありがたいことに東京が2回、神奈川が1回ということで、少し多めなのかなと思うんですけど、この土日を抑えていく中で、その会場のキャパを踏まえたこの日程というか会場数なのかなというふうに思いましたね。皆さんはどう思われましたか？そしてですね、私は関東勢なので、この中であれば屋根のある有明アリーナがいいなと思ってます。はい、火の鳥の時にアジの素スタジアムだったんですけど、その時はちょっと雨に降られて寒い思いをしたので、屋根がついてる会場がいいなと思ってます。はい、そしてですね、今回のサプライズは新しくできる佐賀アリーナでしたね。これはこけら落としになるんでしょうかね、建設中らしいですけど。はい、でもこう佐賀アリーナということで、九州にお住まいの方はすごく福岡のペイペイドームと合わせて盛り上がりがあるんじゃないかなと思います。なので、今回のこのスケジュール、あと会場を見てですね、なるべく全員に当たってほしいっていう思いが私にもありますので、皆さんで頑張って、私も含めてチケットを1枚でも取れるように頑張っていきましょう。はい、では次ですね。で、ツアー日程で盛り上がってるところにさらにこうぶっ込まれましたよね。ビーズトレジャーランド2023ということで、何ですかと金曜日の昼に何ですかと、また思わず会社でですね、うおーって言ってですね、スタッフの皆さんにですね、白い目で見られたバルでございますけれども、はい、会社終わってしっかり見て動画も見させていただいて、なんかすごいことをまたやるじゃないかと。はい、でまたですね、関西で開催ということで、本当に関東ですね、マリンメッセでやるんで、本当に、私はラッキーなんですけれども、なんかこうイベントごとをまたこう入れてきたなということで、35周年を本気でやるぞという気迫を感じますよね。で、このトレジャーランドの、一番の目玉は過去のライブ
映像ですよね。まるっとライブ1本分ビデオに入らなかった、フル尺を上映しますよと。で、1つ目がジャック・ザ・リッパー、2つ目がファイアーボールということで、ファイアーボールは DVD というかね、映像化としてメディアになってないってことなので、まあ、これは本当にレアなんじゃないかなと。そしてその上映以外にも出ましたよ、グッズの各企業様とコラボしたグッズの販売、そしてフードコートがあるらしいですということです。そしてまたこれもですね、チケット制なので、まあね、会場入れる入れない方もいらっしゃいます。そして映像は映画館でライブビューイングで見れるとのことでした。ということで、まあ、皆さんね、どういう感想をお持ちになられたかということで、まあ、私の所感をちょっと話していきたいと思います。はい、まず1つ目、ロゴプレジャーツアーよりかっこええやんかということで、プレジャーツアーのちょっと何ですか、車のエンブレム的なトヨタとかメルセデスベンツとか、ちょっとわかんないですけど、そういうエンブレム的なやつよりこっちのザ・ロックみたいなロゴの方がかっこいいじゃないですか。どこに気合い入れとんねんと。ありがとうございます。そして2つ目、動画で公開されたですね、ビーツさん、声張りがちじゃないですかと、ファンクラブのですね挨拶動画より声張りがちじゃないですかということで、今回のねトレジャーランドに関しては、ファンクラブだけではなくて通常のですね誰しもが見れる場所での動画公開だったので、ちょっといつもよりよそ行き感というかですね、ちょっと気を張ったビーズさんだったんじゃないかなと思って、ちょっとクスクスっとなりました。はい、それも可愛かったです。で3つ目、フル尺のですね映像公開ということで、エモすぎますということです。まずジャップ・ザ・リッパーに関して個人的にはですね、初めて認知したビーズ、初めて見たビーズさんのですね、映像ということです。そしてファイアーボールに関しては、初めて参戦した生で見たライブがファイアーボールなので、まあ、個人的にはすごい思い入れがある、なんかこの2作品を、もう1回見れるということでですね、非常に楽しみでしょうがないです。まだチケット当たるか分かんないですけれども、楽しみでしょうがないです。はい、ですよね。なんかこう、なんか昔のそのジャップ・ザ・リッパーとかは、こう稲葉さんも動画でおっしゃってたように、ライブの楽曲間にバックステージ、また映像、歌楽曲みたいな、歌バックステージって感じだったので、なんかこう、まあ、一つのなんていうんですかね、作品というか、ビデオ作品って感じだったんですけど、これを本当にライブだけ丸々一本、その音のつなぎとか含めて聴けるっていうことは、本当にこうファン冥利に尽きる演出というか、企画ですよね。これ考えた運営さん、本当になんか素晴らしいなと思いました。はい、なので私幕張メッセの会場に行きたいなとは思ってるんですけど、やっぱりプラスして映画館のいい映像、いい音響で見たいなというところが正直なところです。なんかもう本当にその当時の私は当時というか、もうその時は子供だったので何も感じるとかないんですけど、なんかこう今のこの感覚でやっぱり昔のビーズさんの音を浴びたいなと思います。はい、でですね、まあ、このなんか企画を通してこんなのありえるんじゃないかなと思ったことがですね、まあ、いつかビーズさん全てのライブ映像フル尺の DVD ボックス販売するんじゃないか説、まあ、この今回のこの企画の反響によりきりだとは思うんですけど、なんかそういうコンプリート DVD ボックスみたいな販売したら面白いんじゃないかなと思いますね。それこそね、未公開映像とか、まあ、含めだとは思うんですけれども、はい、まあ、10万超えてもファンは買いますよむしろ買わせてくださいっていうぐらいですね。まあね、そろそろベストアルバムはもう出しすぎたじゃないですか、ビーズさん。ベストアルバムはベスト DVD 出しましょう。はい、もし
このラジオですね、ビーズ の運営様がお聞きになられてたらぜひご検討ください。需要はあると思います。はい、で次、ですね、グッズはまあ純粋に楽しみです。どんなコラボがあるのかってことですね。それこそいろんな企業さんとやりますので、人生ゲーム的な、またそういうですね、少しこんなとことコラボするんですかみたいな、ちょっとこう変化球の企画を楽しみにしています。まあ、ただですね、こういうものがあると絶対出てしまうのが、まあ、買えなかったとか、はい、あとは転売がすごいもう出まくるとか、当日すごい列が並ぶ列があってすごい時間を食ってしまうとか、まあ、そういう負の部分もあると思うので、まあ、そこは仕方がないとは思うんですけれども、はい、まあ、でもまあ、それのプラマイ含めても楽しみだなというところです。はい、で負のに関してはですね、そんなに期待はしておりません。はい、まあね、これでもしお二人考案の何々とか、お二人が好きな食べ物とかだったらちょっと楽しみですが、はい、というところですね。そしてですね、完全に花火企画は忘れ去られたなと確信いたしました。はい、皆様はどう感じられましたでしょうか。ぜひコメントでお話しくださいませ。はい、ということですね、まあ、ライブまでのこの盛り上げをですね、ビーズさんが全力でしているということは非常に伝わる、もうこの初週で、2023年初週でですね、ひしひしと感じ取れました。はい、そんな週でございましたね。はい、皆さんはどんな1週間でございましたでしょうか。もうバルはですね、仕事始めから急に重い案件が降ってきてですね、もうちょっと胃が痛かったんですけどこの3日間。はい、でもこのトレジャーランドとかですね、まあ、いろんなニュースにすごく救われております。はい、なんでですね、今年もビーズさんと一緒にですね、豊かに、生活を豊かにしていければと思いますので、ぜひ皆さんと交流できたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ではですね、今日の動画は以上にさせていただきます。またですね、こうやってラジオ感覚でビーズさんのお話ししていきますので、まあ、また聞いてもいいぞって思った方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。